はい、皆さんこんにちは。今日はですね、今ちょっと湘南台の PC デポに、来ておりまして、今からですね、帰りたいと思います。ちょっとですね、PC デポのチラシにですね、マイクロ SD カードはですね、32ギガが1000円って書いてあったんでね、ちょっと来てみたんですけれども、残念ながら見当たらず。数量限定だったんですかね。ちょっと値札とかもですね、何も書いてなくてね、分からなかったんですけど、なんかちょっと黄色い看板のね、なんだっけ、スマートライフでしたっけ、あれになってからちょっと PC デポいまいちかなっていう感じがねしなくもないんですけど、前の方がねなんか分かりやすかったんですよね。黄色いなんか値札でね、ババンとこれ安売り品ですっていうのはね、広告の品ですみたいなのはね、すごく分かりやすかったんですけれども、ちょっとね分かりにくいというか、そもそもそういうの出してるのかどうかも分かんないですね。ということでちょっとメモリーカードを買えなかったんですけど、まあ急ぎじゃないんでね、またそのうち出てたら買おうかと思います。何気にね、メモリー系はね、KOD2 が安かったりするんでね、ちょっとそっちでもいいかなと思うんですけど、さあ、私ですね、ちょっと今花粉に苦しめられておりまして、もう花粉の時期ですよね。 NHK の天気予報とか見ると花粉の飛散量みたいなのマップ出るじゃないですか。もうだいぶ赤いですよね、非常に多いみたいなあるじゃないですか。でですね、ちょっと今年もね、この時期はやってきたかと、私ちょっと毎年ですね、目が、弱くてですね、目がすぐ痒くなっちゃうんですよ。で今年もね、まあ例外なくですね、また目がちょっと辛いんですけれども、なんと今年ですね、って思ったのが鼻も辛い。毎年ね、鼻はそこまでね、苦しめられないんですけど、今年なんだろう、ここね、3日4日ぐらい、ずーっとね、もう鼻水ダラダラでね、ちょっと鼻の下がね、そろそろ赤くなってきちゃうんじゃないかぐらいの勢いなんですよね。なんだろうな、いつもはね、こんなことないんですけどね。皆さん花粉とかどうですか？まあ、人によってはね、全くそんな、全然何にもないですっていう方もね、やっぱりいらっしゃると思うんでね。なんですけど、ちょっと弱い方はね、一緒に耐えて頑張りましょう。もうそれしか言うことないですけどね。こうね、あ、教習車がね、ここいっぱいいましたね、今。僕が免許をね、取るのに通ってたのは、湘南台自動車学校っていう教習所なんですけれども、まあ今ちょうど高校生がね、この間卒業して、で今春休みじゃないですか。なんでやっぱり忙しいのかなと、結構ねみんな言ってるんじゃないかなと思います。私もね、高校卒業してね、高校卒業前かにちょっとね入校してですね、まあ大学の入試終わって、合格発表出た後ですね、その後すぐにね行きまして、でももうその時遅いんですよね。大体指定校推薦とかでね、結構早めにもう進路決まっちゃってる人とかが大量にね、もう教習所にいるわけで、その人たちがもう予約をねバンバン入れて取っちゃってるわけなんで、こう後から来た人たちはあんまり入れないんですよ。で結局だから僕は免許取るのにね半年ぐらいかかって、8月の終わりですよ、取ったの。この時期はね、なかなか忙しい。結局だからゴールデンウィーク過ぎないとね、なんかこう入れられな、バンは入れられなかったりするんですよね。今思うと懐かしいですけど、僕が通ってた頃とですね、その湘南台自動車学校は教習車がね、ちょっと変わったんですよ。で僕が行ってた頃は三菱のランサーだったんですよね。まあランエボではないんですけど、ランサー教習車っていうのがあって、それだったんですけれども、今ですね、マツダのあれですね、アクセラかな、あれはに新しいアクセラにね、ちょっと変わっておりまして、
いんですよね。アクセラカーいいなと思って、ちょっとまたねなんか取りに行ってもいいのかなと思うんですけど、教習ね行って、まあ なんか懐かしいですね。そんな数、まあ全然数年前なんですけどね、そんな前じゃないんですけど、まあ教習所行ってたこともあったなーなんて思ってね、新しいね教習車運転してみたいです。そう、ランサーの前はね確か日産のクルーだったんですよね。クルーはちょっと車高低いですよね、あれね、うん、ちょっと怖いなと思ったんですけど、教習所ってなんか送迎みたいなのしてくれるじゃないですか。なんかいくつかコースがあって、でそれで大体ねその教習所のバスってなんだっけあれハイエースとかなんですけども、なぜかね 3,4 回ですねクルーで来たことがあってですね、狭いんですよねクルーね、ちょっと。まあそんなこと言ったらね、京都とかだったらクルー現役バリバリでねタクシーに使われてますからあれなんですけど、小型のね、ちょっとね狭いのと結構ね地面がね近い感じがしてたんですよね、うん、そんなこともあったな。そうクルーね、クルーこっちではもうほぼ見ないですからね。なんでだろう、クルーいなくなっちゃいましたね。僕は小学生ぐらいの頃ってタクシーでね普通にクルーいましたよ。いなくなっちゃったんですね、見なくなっちゃって。最後にタクシーで使われてるの見たのはね、意外にこれ23区内ですね、大学の近くでね見ました、来る。それは最後、もう3年ぐらい前、 3,4 年前か。日産クルーはね、でも県地方行くとねクルーいっぱい走ってますよね。京都なんかやっぱり小型タクシーの需要が多いのかクルー多いですよね。こっちでは見なくなっちゃってちょっと残念かなと。さあそんなね車の話題を話してますけど、高速道路の料金が少し変わるんですよね。4月1日からなんですけれども、この首都圏のね高速道路の料金若干こう変わるということで、圏央道は値下げ、これ嬉しいですね。東名高速とかと同じ料金水準になるってことでね、これは非常に嬉しいんですけれども、ちょっと首都高速の方がね値上げになっちゃうんですよね。今はもうもともと均一料金で700円だったのが距離制になって、で最長上限ですね930円だったんですけれども、4月1日から上限が1300円になるということでね。だから神奈川県のね例えばその狩場から本牧通って湾岸線でずっと東京の方まで行こうとすると、これ今まで均一制だった時は600円700円です合計1300円だったんで、そこからね距離制になって930円になった、ちょっと安くなったんですけど、またねそこは値段ちょっと戻っちゃうんですよね。でですよ、この間車載動画アップしましたけども、洋画から四つ木、私は、まあ、あそこの区間が一番使う頻度高いんですけれども、ね、洋画から四つ木ね、なんと、1000円超えちゃうことになっちゃいました。首都高のね、新しい料金も調べられるんですけども、洋画から四つ木ね、今まで930円だったのがですね、1110円になっちゃうんですね。1000円超えちゃうかって、まあ。値上げ幅そんな大きくないですよ、200円。ちょっとですか、200円いかないぐらいなんですけども、でも桁数が1個変わるだけでねすごい値段が高くなった気がしちゃって、3月中にもう1回行けりゃいいんですけどねなんてね。いや昔は700円だったのになと。だそれプラスだ東名のね料金もかかってきますから結構するなと。ETC 割引もなんかそんなないみたいで、なんかね割引の幅がちっちゃくなってからねお得感もあんまないしみたいなね感じで、ちょっとね残念なところなんですけれども、まあ首都高のね、まあ、一部ではやっぱり首都高速に関してはお得になったっていう、お得になるっていうのはないみたいですね、うん、結局現状維持か値上げかみたいな感じみたいですから。でまあでも私のね住んでる寒川町を通ってる圏央道、これはね値下げはありがたいですね。
東北道と関越中央東名に関してはもう首都高使わなくてね、圏央道1本で行けちゃいますので、寒川からこれね、ありがたいです。あれ、ここのファミマなくなったんだ。ファミリーマートね、すぐそこ文教大学あってね、大学生とか来るんじゃないのかなと思ったんですけど、あら、ファミリーマートなくなっちゃいましたね。結構ね、あの西久保のね、サーティワンアイスクリームとかもなくなっちゃってたりしてね、結構閉店ラッシュですね。なんだろう、あと新幹線が開通するじゃないですか。3月26日に北海道新幹線がね開通するんですけどもね、それを記念したですね、記念切手が販売されます。で、去年もね、北陸新幹線開業の時実は切手出てたんですけれども、私はねちょっと買わなかったというか買えなかったんですよね。チェック不足でですね、逃してしまいました。今年はね絶対買おうと思いますけれども、82円切手が10枚で1シートかな、だから820円だと思います、1シート。これね全国の、郵便局で販売されますので、気になる方はですねちょっとチェックして当日買いに行ってみてはいかがでしょうか。これね、これ結構大きいニュースじゃないですか。北海道新幹線もね、ようやく3月になってテレビでね、ニュースの特集とかでいろいろ取り上げられるようになってきましたので、注目度高いですから、割とすぐなくなっちゃうかもしれないんですよね。なんで、ぜひですねちょっと買いたい方は、まあ一応下の説明欄のところにリンク貼っておきますので、そちらねチェックした上でですねちょっと買いに行ってもいいんじゃないかなと思います。私はね絶対買いますね、これね。またそしたら紹介動画上げようと思いますけど、結構ねチェックしてないとやっぱり分かんないじゃないですか、その切手とかもね。一応一覧表出てるんですけど、そういうの販売するね、特殊切手の販売一覧表みたいなの出てるんですけど、なかなかね、チェックしないですから、そのね、ぜひ、興味ある方は、ね、見て買ってみてはいかがでしょうか。全国の郵便局で購入できます。あとね、この間江ノ電のですね、切手が藤沢市、鎌倉市、大和市限定、大和じゃない、綾瀬市限定でですね、ちょっと出ておりましたので、そちらもね、買ってきました。ギリギリでしたね、あと4シートぐらいしか残ってなかったんですよ。販売数少ないですかね、ここ2階じゃないか。してる方もいらっしゃるんですね、そのね。また今度は紹介動画をね、ちょっとその江ノ電の切手の方も上げたいと思います。さあ、ということでですね、そろそろ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。では、ここで失礼させていただきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。日比谷線の新しい駅の話するの忘れましたね。今度しましょうか。